雲仙ツ,ツジロドデンドロンセルピリフィオリアムはツ,ツジ属の植物。ピンクの花をつけるが、花や葉がごく小さい。雲仙には三市内上、雲仙では宮間霧島のことをこの名で呼び、また和歌山県ではこれを米ツ,ツジと呼ぶので紛らわしい。よく枝を出す、繁常力性の低木。高さは0.8から1.5メートルになり、和歌や傭兵には伏した。 扁平な合毛を密生する。この毛は次第に黒ずんで数年間は残存する。傭兵は0.5から1ミリメートル。春の葉と夏の葉で多少の差があるが顕著ではない。春の葉は長大円型から強大円型で長さ5から10ミリメートル、幅2から4ミリメートル。先端は丸く、基部は細まる。これに対して夏に出る葉は長大円形。 頭皮新型から頭卵型と、先端側で幅広い形を取り、長さ3から8ミリメートル、幅2から3ミリメートルで、先端はマリーが、線上の突起は目立つ。葉の表や縁には長い毛をまばらに出し、裏面では、朱脈の上に伏した毛が、まばらに生える。春の葉はよく伸びた枝の周りに間隔を置いて、誤生するのに対して、夏の葉は短い枝の先端に集中してつき、 翌年まで残る。花は4から5月に咲く。香川短い枝の先端に一つ付き、その中に花を一つだけ含む。額は小さな皿状。円は浅く5列し、長い毛がある。花柄は長さ1ミリメートル、長い毛が多い。果敢は広いロート型で、半ばまで5列し、計1.3から1.5センチメートル。色は淡紅に紫色で、 上面内側に濃い斑紋がある。雄水は5本、花糸の下半分に白い短い毛が多い。雄水は、鏡より長く、前に突き出る。滴水は、さらに長く、オスシベより前に出る。果実は、卵状長楕円型で、長さ5ミリメートル、褐色の毛が多く生える。本種の名は、長崎県の雲仙岳に由来するとされる。この名が使われるようになったのは、 明治半ばである。それ以前、江戸末期には米筒子と呼ばれていたという。ところが、雲仙岳には本種は分布しない。他方、雲仙岳には美しい筒子があり、これを島原藩は雲仙筒子と呼んで保護してきた。この種は、その後長崎県の県下に指定された。しかし、この種を、牧野富太郎は、 宮間霧島 R キーナナムの名で新種記載してしまった。これが標準和名となったため、現在では長崎県の県下は雲仙つじと表示されている。牧野はこの点について雲仙だけに賛しない点を指摘しながらも古くから用いられた名なので改めないとしている。さらに厄介なことに、本種は和歌山県では今も米つつじと呼ばれているのであるが、 この和名はまた別の種である、アールツコネスキーの標準和名として使われている。しかし本種を村の花に指定していた、竜神村では、本種の名を米筒じと表示してきた。基本編集に限れば、本州では、伊豆半島と紀伊半島、四国南部、九州の大隅半島にのみ分布する。口述の編集を含めればより北に広い分布域となる。林園や岩場に生える。 繁殖力は強く、またパイオニア的な側面もあり、和歌山県では新しく作られた林道などでもすぐに、本種が道脇や岩の上などに生えてくる。白花品があり、白雲前 F アルバム山崎と呼ばれる。それとは別に以下の品種が知られる。古くから鑑賞用に栽培されてきた。明治頃には園芸品種として、白雲前、アサギ雲前などの名があったとのこと。 樹脂をめでて、盆栽としても栽培される。ブームとなって、和歌山県で大量に採取され、全国に出回ったこともあるという。以下、種として、佐竹ほか、P134、北村、村田、P135、北村、村田、P135、北村、村田、P135 佐竹ほか、P134 高橋、P119 巻の、 P457 さたけほか、P134 さたけほか、P134 くまの中辺地観光会、P134 さたけほか、P134 王答孫氏、P230 から231。ありがとうございます。